仕上げ最後の一本。はいよ、切って。はい、よし。石川作と完成。はぁ、とができたけど。続いて吉沢が挑戦。しかしいきなり大失敗。一体どうなる。この続きは番組の後半で。道路の文字はどのように書かれているのか、石川と吉沢が体験。まずは直線を書く練習。そしてより難しい曲線を書く練習を積み、ついに行動へ。実際にコマレを書くことになり、石川はどうにかコマレのとの字を書き終えたのだった。とがでしたけど。今度は代わって吉沢、例のこの部分に挑戦。吉沢、曲線の少ない例をまず先に書いて慣れようという作戦か。開いて、レバー前、そう、ビーズ前、下がれ。いいよ、下がっていいよ、どんどん。いいよ、閉めろ、閉める。その時、開いてるよ、開いてる。溶着剤を出しすぎた。開いてるよ、開いてる。吉沢固まる。現場も凍る。室田さん、道路の他の部分に溶着剤がつかないよう慎重に機械をのける。室田さんが懸命にこれを補修する。そのことに責任を感じる吉沢。こうしている間にも刻々と時間が。そこで作業効率を考え、目が乾くまで最難関の魔の作業を行うことに。もうこれ以上失敗は許されない。難しい曲線もうまく書くことができるのか。慎重に機械を動かす。いいよ、下がれ。上に持ち上げちゃダメだぞ。これこっちのままで。いいよ、そのまま合わせてきて。あ、いいよ、来ていいよ、来ていいよ。しっかり切れよ。ギュッとギュッと切れ。あっ、よく持ち上げて、下がれ。吉沢、ギリギリガムテープの上。続いて2本目はうまくいった。しかし続いて問題の箇所がやってきた。難易度の高い3つのカーブ、円の練習はこのためだったのだ。やるからにはちゃんとこれでいくよ。はい、まあ、この形で決めるから。やばい、超緊張してきた。ハズレはどうかな。ちっちゃいからさっき引いた時難しかった。吉沢、今回最大の難関を突破することができるのか。一発勝負だから、一発勝負、ちゃんと合わせろ。一発勝負だな。もっともっとしたんだな。じゃあ、本番行くか。やるぞ、そしたら。はい、はい、持って、準備して。ついにその時が来た。少し歩く、少し。まずちゃんと合わせてから、ここは下ろす、機械両手で、はい。ロック外したい。まずは一つ目のカーブに挑戦。で、そのまままっすぐ上がれ、まっすぐ上がれ、まっすぐ上がれ。前に出ろ、ほら、前に押せ、押せ、押せ、押せ。で、そのまままっすぐ上がれ、まっすぐ上がれ。一つ目のカーブクリア。まっすぐ上がれ。2つ目のカーブへ。はい、曲がれ、曲がれ、そこで曲がれ、曲がれ、曲がれ、前でながら、前でながら曲がれ。果たして。はい、曲がれ、曲がれ、そこで曲がれ、曲がれ、曲がれ、前でながら、前でながら曲がれ。よしよし、いいよ、曲がれ、曲がれ、前行け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 。
2つ目のカーブもクリア。曲がれ、もう切れ、曲がれ、もう切れ。最後のカーブへ。曲がれ、もう切れ。果たして吉澤結果を出せるのか。じゃなかった。よしよし。はい、合わせろ。合わせて、まっすぐ行け、まっすぐ行け、まっすぐ行け。いい、切れ、切れ。いいよ、持ち上げて。3つのカーブ成功。うまくいったじゃん。頑張った、やだ、頑張った、頑張った。吉澤最難関クリア。吉澤作ま完成。難しい曲線も特訓の甲斐あってうまく描けた。続いて吉澤レの作業に取り掛かる。先ほど失敗したこの部分は室田さんが直してくれた。できたよ。モームスタク止まれ完成。ほんまれ、ね、やったまだ乾いてないな。最後に中を取られた。先生、出来はどうでしょう。どうですか先生。初めて見てこれならいいでしょう。あとは、あとは少し直すから。直すらしい。先生、最後にちょっとお願いがあるんですけど、メガネとこれは外していただいてもいいですか。滑らなかった先生が。おお、なんでリアクションする？意外と爽やかですね。本当に優しいでしょ。そうだよ。先生はちょっぴりイケメンだった。新目白通りに入る横道にウォームスタク止まれ設置完了。まあ、これからね免許証取ったりするだろう、うん、あそこ行ってみたくなるだろう。ない機会ですね。実際あそこで止まってみたくなるだろう。なあ、その後、うん、止まってくれた車があったんですよ、うんうん、もう嬉しくてありがとうって